はい、すみません。じゃあ、女子ソフトテニス、関西学生秋リーグ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。で、まあ、まず率直な、まあ、優勝の、まあ、思いというか感想というかっていうのをね、聞かせていただきたいと思うんですけど、まず阿久根選手どうでしょうか。はい、新チーム初めての試合で団体戦も初めてやったんですけど、まあ、とりあえず優勝しようっていう全勝優勝が目標だったんですけど、まあ、1回最後の試合負けてしまったんですけど、とりあえず優勝できてよかったです。うん、どうですか、武田選手、1年生。自分は2回目のリーグで、春の時は別の思いになって4位っていう悔しい結果だったんですけど、春は4勝1敗、1回負けてしまったんですけど、他のチームより圧倒して優勝することができたのでよかったです。うん、で、まあ、4勝1敗で優勝ということだったんですけど、こう一番こうポイントになった試合というか、優勝を、まあ、左右するような試合っていうのはどうの試合でした。初日の最終戦の神戸松蔭との試合で、毎年神戸松蔭との試合が一番優勝争いみたいな感じになるんですけど、その時に、まあ、武田たちがめっちゃ苦しい試合だったんですけど勝ってくれて、で自分が次勝利決めれたので、それが一番大きかったと思います。うん、で今武田選手が勝ってくれたっていうような声をありましたけども、どうですか、松蔭戦振り返って。松蔭戦の相手が自分が苦手とする相手で、最初する前は結構自分的にやりたくなくて、負けて 2,3 番に任せようっていう気持ちがちょっとあって、で 1,3 まで行った時も、あ、やっぱ苦手やから勝てへんのかなっていう気持ちだったんですけど、でも矢渕さんが抜けてしまって声が一人減った中で、自分が勝たないと3番に回ってる公演の方が初めてのリーグだったんで、自分は2回目のリーグで、自分の方がまだリーグ経験してて、自分が勝たないとその子に迷惑かけてしまうなって思ったら、なんか 1,3 の時に火がついて、1,3 じゃリードされたわけですね。で4つ取られたらダメだもんね、確か 1-3 の 1-3 でマッチまで取られます。あ、そっからじゃあ巻き返したと。はい、その辺のこう力になったというか、そっからまあ普通はねちょっと流れてしまいそうなっていうところをこう止めれた要因と巻き返せた要因ってどの辺だと思いますか。相手は自分が一番に出てくるって分かってて、自分が苦手とする相手がを当ててきて、相手からなんかその人に負けるのが悔しかったです。それで、まあ、その悔しい思いしたくないというようなところで、はい、まあ、勝てたというところですね。はい、なるほど。じゃあどうですか、その阿久根選手、まあ、こうやって5試合戦って、まあ、松蔭戦が一つのポイントだったっていうあるんですけども、優勝を決定した試合っていうのはどの試合でどんな感じだったんですか。優勝を決定したのはずっと全勝で行ってて、2日目の2試合目までずっと全勝で、一番最後が負けてしまったんですけど、その天理との試合が向こうも全勝で自分たちも全勝で、まあ、リーグなんですけど一応決勝戦みたいな形だったんですけど、その時も、まあ、私は2番シングルスなんですけど、シングルスとダブルスどっちも出てて、で前日までどっち出るか迷ったんですけど、やっぱ3番最後自分が、まあ、一応キャプテンなんで自分が勝ってこう優勝を決めたいっていう思いもあって、まあ、でも2番のその1年生の初めて出た子もとても頑張ってくれてて、まあ、結果負けてしまったんですけど、まあ、その姿見て自分もめっちゃ頑張ろうって思えたんで、まあ、3チームともとてもいい試合ができたんで、まあ、優勝を決めれる形としてはめっちゃ最高の試合だったと思います。で全勝同士で天理とやって、はい、天理にも勝って、はい、ということですか。で優勝が決まって、で最後の試合でちょっとペアとか組み替えて、うん、で負けたっていう。あ、じゃあもうその天理戦で優勝決めて、はい、最終戦はもう、まあ、勝っても負けても、はい、なるほど、優勝はもう決定してると、はい、あ、なるほど。でどうでしょう、まあ、新チームになっての今のチームのこう強さ、うん、特徴みたいなところをちょっと教えてほしいんですけど、どうですか。まあ、各学年結構個性とか全然タイプが違うんですけど、まあ、学年ごとに基本的にまとまって行動できてるし、
こうやっぱオンとオフの切り替え、やるときはやるっていうのが私たちのチームの、まあ、カラーというか、なので、まあ、そんなずっと長い間頑張るっていうより短時間でバッて集中してやるタイプなので、でもそこでやっぱりみんなの集中力がこう一緒になってできるっていうのが私たちの強みだと思います。なるほど。で、まあ、武田選手は、まあ、結構1年生の時から、まあ、最初からずっとこういろんな試合全国も含めて出てると思うんですけども、どうでしょう、まあ、先ほどねちょっとまだ試合出たことない方がっていうような、そういうこうそういうところまでこうちょっと気が回るように、まあ、少しなってきたのかなっていう感じはしたんですけども、やっぱどうですか、そのワンシーズン、まあ、春と夏と経験して今自分の立ち位置というか、どういうふうにこう感じてます？立ち位置、あんまり自分が勝たないとっていうプレッシャーを持たず、1年生らしく、あのアクネさんとか頼れる先輩がいるんで、その方にそういうプレッシャーとかを、うん、持ってもらうってわけじゃないんですけど、自分は1年生なんでそこまでプレッシャーを感じてしまうとあんま自分のプレーできなくなるんで、プレッシャーとか感じず1年生らしく元気にやろうっていう、うん、なるほど。あ、なるほど。で、伸び伸びと、はい、まあ、先輩たちがいるんで、まあ、できるというようなところもあるっていうことかな。はい、なるほど。わかりました。で、まあ、今後また大会もまた続いて、新チームで戦っていくと思うんですけども、最後に、それぞれ、まあ、意気込みといいますか、まあ、これは秋勝って、まあ、どうしていこうかっていうところを最後お聞かせいただきたいんですけど、じゃあ、熱唱からお願いします。とりあえずいいスタートが切れたので、このまま、まあ、春、まあ、冬は団体戦はないんですけど、春夏のインカレに向けて全部の大会で優勝できるように、個人戦も関西大学自分らの誰かが優勝して団体も個人も取れるように頑張ります。うん、でなかなかこの間矢部師匠に前週ちょっと話を聞いたんですけども、まあ、簡単には優勝してほしくないという彼女なりのなんか、まあ、応援はしてるんだけどもという感じだったんですけども、どうですか、やっぱそういう思いも受けてなんとかインカレで優勝っていうのは強い思い強いですか？去年の方がやっぱりめちゃ頑張って、うんうん、まあ、応援もそうですし、4回生の方がすごい引っ張ってくれてたので、まあ、その思いもあ、まあ、去年は3位だったんですけど、まあ、今年はその思いも込めて、まあ、優勝できるようにしたいです。わかりました。じゃあそれどうですか、自分もチームとしての目標はインカレ優勝で、自分は今いろいろ変えてる部分があったりして、うん、持ち方変えたり、そのサーブを2回ともファーストにしたりとか自分なりに変えてるとこがあるんで、それがまだちょっとボロが出たりしたり、うん、試合でやろうと思ったらチキってしまってあんまできてなかったりするんで、それを夏までには完全にできるようにしてチームの優勝に貢献したいと思います。団体戦の、はい、優勝したいと、はい、ですね。わかりました。ぜひね、その夏に向けてしっかり頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。